皆さんこんにちは、ジェネジー水木担当の石井七瀬です。以前モバイルレジェンドで私の大好きなアンジェラの魅力を紹介する動画を出したんですけど、あれ結構試合をカットしてて試合の全貌はお見せしなかったんですよ。なんで今回は私のアンジェラムーブ、脳筋アンジェラムーブをちょっと皆さんにお見せしたいなと思います。で、これもうすでに試合を取ってて、後からこここんな気持ちでやってましたとか、そんな気持ちの面での解説をしていこうと思います。はい、でアンジェラってまあ割と通常攻撃ミニ4以下の火力で、そんなに火力自体高くないので、本当に味方のサポートに徹するっていうのが普通のムーブなんですけど、結構1突きガンガン回して敵のキル狙いに行くタイプのムーブしてるので、まあ、それなりのこういうアンジェラもいるんだなっていう参考になればいいなと思います。はい、試合が始まりました。で、仲間にエスタスがいるんで、これ2サポでこれミッドかなって思ったんですけど、途中でエスタスが離れて4段にいたので、ちょっとだけあれ、ちょっと思ってたんと違うって感じですね。序盤アンジェラは1隙の火力が割と比較的高いので、どんどん前に出てこの ADC とかキル狙いに行きたいなと思うんですけど、相手のローインもね、なかなかちょっと火力が高くてひよってますね。あなたも火力高いのねみたいな、こりゃ早く2隙取らないとなと思うんですけど、なかなかね2隙までが多いですね。早く取ってくれと思ってます。ギリギリ取れました。で、あ、仲間のバラッツも結構前に出てくれてるんで、それに合わせてっていう感じですね。おいお、あー死ぬーって感じですね。危ない危ない危ないって感じで、ナイスって感じですね。ここは本当にちゃんと合わせて前に出てくれました。一回帰ります、体力ないので。なんですけど、ここよく体力を見てなかったので、ちょっと回復完全に仕切ってないです。で、今回の作戦としては、その仲間に ADC ないんで、つくとしたらアウラドカーバラッツかなっていう感じですね。パキートも、まあ、パキートも、まあ、死にそうだったらって感じですけど、いやバラッツはつかないかったな。アウラドですね。基本的にアウラドにつこうと思ってます。私がそのアンジェラしてる上で、憑依するしないの判断が、ウルトに余裕がある時、死にそうな人、今ちょっと死なれたら困るなっていう時か、もしくは本当に、勝てる、今私が憑依して勝てるなっていう人にしか基本的につかないので、そうなるとアウラドかなって思ってますね。生存能力が高い人につかないと、憑依が終わった後に自分、敵が残ってたら自分もやられちゃうので、ちゃんと生存能力がある人につくようにしてます。後ろのカシャカシャ言ってるのはハムスターです。今日も元気ですね。下で集団戦やってて、これ行こうか迷ったんですけど、行かなくても多分これはいいなと思って、とりあえず真ん中のミニオンを押してます。そう、ローインもねあんだ行ってるかな、ちょっと一瞬不安だったんですけど、あの段階で見えてないってことは、まあ行ってないだろうなっていうの で、トップがやばいですね。憑依します。こんな感じで憑依した後にちゃんとキルも取れるし、でもこれちょっとやられちゃうんですよね。ちょっとローイのスキルが刺さりましたね。私がもう少し早めに集合を出してあげればよかったんですけど、出そうかちょっと迷ったんですよね。あいつら引いたかなと思って、この時ちょっとだけミニマップが見えてなかったですね。
まあ、今のレースは、まあ、仕方ないということで真ん中を守ります。真ん中じゃないですね、トップですね。で、早くミッドに帰りたいなって思うんですけど、アウラドが赤バフ取りに行ってるんで、ちょっとだけ上を守ってます。しばらくトップにいます。でもうすぐウルトが溜まるので、まあ、上で守ってて下で集団戦始まったら、まあ、すぐ憑依しようかなぐらいに思い、上でぬくぬくミニオンを倒します。なんか最近装備案をちょっと変えてから、なんかね、いまいちになったんですよね。いまいちそんなしっくりこないなって思うんですけど、何がしっくりこないのかもわからず、とりあえず惰性で使ってます。バラッツが来たんですけど、まあ、どうせやれないんで、ミニオンぬくぬく勝ってよって感じですね。なんですけど、これバラッツが結構前に出ちゃって、でも下でアウラドも戦ってるから迷った結果アウラドに行きます。は死にました。まあ、仕方ないですね。バラッツに死なれるよりアウラドに死なれる方が困るので、アウラドの命を取りましたね。アンダーもやられましたね。でも取られても、下と上倒されてもミニオン真ん中のタワーが折れれば、まあこっちの方がいいかなと思い、真ん中をご利用します。いやー、これ死にましたね。これはもう死にましたね。いまだに守護か、守護かフラッシュかどっちかで迷ってるんですよね。でもなんかどっちかっていうと守護の方が生存能力高いし、仲間にも付与できるんで恩恵を、なんで、まあ何、まあ、自分の中に残るちょっとしたサポート魂を守護に選ぶことになって、あ、これすごくないですか。そう、普通に人数付与、アウラとか強いんですよね、普通に。もうボコボコにしてきますね。なんかもう憑依のタイミングバッチリでした。もう最高ですね。ちゃんと見てました。でずっと左上のミニマップ見てるんで、ミニマップとあとウルトの選択画面で仲間の体力管理、もう私本当にアンジェラ使いすぎて、もう全てに、あ、でこれはもうご利用して倒すって感じですね。さすがですね。エスタスのあのスキルってそんな、なんかアンジェラとエスタスって2つとも回復じゃないですか、スキルが結構な回復量かなって思うんですけど、なんかそんな自分一人の時に変わった気持ちがしない。でこれは憑依しようか迷ってるんですけど、あれ私が憑依してもするなと思い、でもいや、でも生きてるぞ、生きてる、1対1になった、よし、ひょいと思って行った瞬間に下からローイが来て、あ、2位で負けるって感じで、自分もこれは、よし、こいつだけでも、こいつだけでも、あ、死んだって感じですね。ゲネビアが離れたんで、ビクトリアだっけ、あのピンクの髪のやつ。なんかビクトリアとエスタスが1対1になってたんで、あ、これ私ひょいしたら勝てるなって思って、ひょいしたんですけど、ひょいした瞬間にローイが下から来たんで、これはミニマップ見ててもちょっとダメでしたね。復活して、でここで、カメが復活します。復活しました。でもまあこのチームでね、積極的にカメを狩りに行ける人はいないので、まあ、狩りに行くとしたらアウラドかなって感じなんですけど、当分狩りに行かないだろうなと思ってます。で上でライラが押してるんで、あの上行こうと思って上に行ってたんですよ、ここね。そしたらあれ、なんか
れなんか亀倒す音聞こえるくね、あれって思ってちょっと迂回してみると、はい、やってました、はいね。で亀狩られるとちょっとお金に差をつけられるんで、でもここまで買ったやつをちょっと無駄にするわけにはいくまいと、ここで待ってたら仲間が来てアウナドがとどめを刺すと。いや、ここナイスすぎますね自分。いや、めっちゃ良かった。ここ割とこの試合のハイライトだと思ってる。憑依するタイミングとかもね、バッチリなところ多かったけど、ここの亀良かった、気づけて良かった。で下でアウラドが戦闘を始めるかなとかちょっといろいろ思ってたんですけど、まだ起きないですね。とりあえずここのミニオン処理だけで、真ん中あたりで、集団戦始まってきました。アウラドが行ったら行こうと思ってますね。それまで上のミニオンを押そうと思ってます。まだ誰も死んでない。でアウラドが、ウルトを使ったのでここで使うと。ウルト完全にこれはもう集団戦ですね。はい、でバカスカやっていくと。アウラドが強い。もうアウラドマジで OP ですね、本当に。敵がかわいそうになってきてますね、この試合だけ。ああ、守護がちょっとだけ間に合わないと。守護がね、ちょっと出すタイミングがね、いつもちょっとワンテンポ食うちゃうんですよ。よくないですね。で、もうこのまま真ん中のタワーを。ここに行きますね、みんなで。チャンネル登録、コメント、いいねボタン、よろしくお願いします。